決まらんな、まだ。こんばんは、山田と申します。さあね、恵方巻きシリーズ2023徹底調査、いろいろとやってきましたけど、今日はね、イオンさんでね、やっていこうと思います。もうね、いろいろと使えておりますよ、もう、やっぱしね。いろいろとね、仕事を終わってからね、調査するデータを見つけてね、それをデータリングしてね、データを対比しながらですね、さあ、喋ることを考えて、さあ、喋るぞってやってるとね、今が一番ピークで使えてる時間なんでございますね。ということなんでね、ぐだぐだになってますけど、今日はね、イオンさんなんですよ。まあね、イオンさんがね、大変だった。本当はね、マックスラジオさんとか、あなたにともうまとめてやろうかなと思ったんですけどね。いや、それどころじゃなかった。いやー、すごいですね、イオンさん。ってことでね、そのあたりもね、何がすごいのかね、実際カタログ見ながら見ていこうと思います。今回ちょっともうオンラインカタログをちょっと、一緒に見ながら行くような形でやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。おー、つってももう、ちょっとこんなもんじゃない。もうついに BGM すらいなくなった。あのね、もうね、ごめん、本当に、BGM 入れる作業と、あれ、音量調整とかやってね、デバッグしてっていう時間が、単純に、取れないです。それをやってると、まあ、この、今、1日2本投稿で、日によっては3本投稿になってるでしょ。このね、狂気じみたね、プランはね、さすがに無理でした。そう、マニトークなんで、これの収録の後にもう1本動画の編集残ってますからね。タクトとしてはね、その生産計画としては。大変なんだ。ということでね、そんなことは送りといてもね、いろんな絵本巻きを持ちましょう。これはね、何せね、気軽に手を出したんですけどね、これはね、えぐかったっすね。イオンさんえぐいです、今年。毎年こうなのかな？イオンのそういうおせちってちゃんと見たことない。あんまりイオンでおせちを買うぞっていう、ことなかったんでね、うん。四日市市民なのにね、うん。確かにね、っていうところあるんですけど、こんな感じでいろいろと、ありますね。匠で味、花、楽とかってありますけどね。とにかくね、見ててね、なかなかイオンさんすごいなっていうのがいっぱいありましたね。見ていきましょう。まずはね、フラグシップ、これだってことですね。銀座寿司吉武さん監修の、寿司の匠監修の、監修恵方巻きの、が出てきます。で、寿司を仕掛けっていうのがいいのかですね。こだわりのためだと、たまを惜しまないの前の仕込みってことでね、スキア作りの、洗練された空間に、どこまでも届いたサービス。世界中の食通たちを虜にし続ける、銀座が誇る名店らしいです。まあ、一本じゃ怖いよねっていうところですよね。です。で、そこが、わさび土産をかけて作ったのが、カステラ風卵、卵、カステラ粉ってことで、出てくるのが極み太巻きということでございますね。幅 5.5 センチで長さ18センチ。これのサイズでこんだけ贅沢な具材がね、ぶわっと入って、おぼろ煮卵、かんぴょう、カステラ風卵、きゅうり、漬けかしのこも入って、ね、さらに、醤油漬けのイクラね、に、エビまで入ってる。これで、税込みで1490円と、いうことですね。これがフラグシップですね。わかりやすく太巻きをフラグシップに持ってきてるなってことでございますね。で、ちゃんと長さも18センチあるっていうね、大きいサイズでっていうことで。で、まあ、ハーフネットも用意してますよ、ということです。ハーフの方は753円ということなんで、1396円。まあまあまあ。ほぼほぼ半分の値段で売ってますよ。まあちょっと、ロング、どうせ食う人だったらロングの方がちょっとお得ですけど、まあまあそんな誤差の交差入らないですね。まあ手巻き、手巻き分の工程費と思ったら全然ありですね、ということでございます。ハーフは6,000円ということなんで、フラグシップ、ミドルレンジというよりちょっとローミドルな感じで抑えてきてるんだよね。まあ確かに太巻きでこの価格っていうのは攻めてるけどな、というぐらいで見てたんですよ。そしたらね、びっくりなんです。まあ、正確に言うと、これ実は、情報をいただいたんですけどね。うん。イオンにすごい恵方巻きあるよっていう情報をいただいたんで、それをね、元に、と思って見とったらね、あ、すごいあるなと思ってデータ入力し始めたら、この後、どんどん沼っていったっていうね、ところでございます。まあ、これがフラグシップ。まあ、わかりやすく太巻きですね。で、仕込みで光る、匠の技ということで、エビ小肌、このあたり、あ、これ次のやつか。もう次のやつになってますね。これですね。エビ小肌、いくら、小肌を使ってくるってあたりがね、結構やっぱ通ですよね。小肌ってうまいですよね。あのね、小肌はね、本当にね、うまい寿司屋さんの小肌は本当にうまい。
他だって、魚の名前かな？魚の名前は別であるのかな？小肌ってなんですけど、身の旨味を一層引き立てる甘酢生姜との組み合わせってことで、いわゆる酢締めにしてある青魚なんですけど、まあ多分、小肌っていう種類なんだと思います。これがね、本当にね、ちゃんとお寿司屋さんでね、食べた時にね、あ、小肌ってこんなうまい食べ物やったっけと、なる。あれなんですよね。やっぱ、下処理とか、使ってる酢とかの質とかで、味がまた変わってきてしまうんで、そのあたりが結構あるらしいです。っていう、小肌ですね。ですから、小肌をここで使ってくるということは、それなりに、小肌に自信がある。まあ、それは名店のお寿司屋さんですからね、ということでございますね。で、エビ、みなぎの酢に加工した大きな身、ということでございますね。うまみが強くプリプリ吐く方に、イクラが入ってますと。甘が柔らかく口当たりの良い、玄弾を風味豊かな相性を湯漬けっていうことでね、玄弾使ってますよってなって、しれっと歌ってますね。ここ大事ですからね、加工イクラじゃないよと、いうことでございます。あ、人工イクラね、じゃないよということですね。で、消化改善法巻きが、1944円。これをメインで買ってほしいのかなってのは見えますよね。いやしかし、このまま贅沢に巻きましたね、これ。青年熟糖を施した数々の海の幸と深みを、追求した組み合わせ。まあ、いわゆる下処理とかそういうところをね、しっかりとやってる、愛のやつですね、ということでございますね。太巻きはね、棒切りなんで、いわゆる刺身としての刺身包丁での、この柵の、切り方での味の変化っていうのが出にくいんですよね。切り方っていうのは自分の丸かぶりになるんで、そうすると何が大事になってくるかというと、海鮮系の場合は、いかにその下処理のところでしっかりとした味付けをするとかね、いうところで旨味を感じてもらう。お寿司の寿司職人さんが握る寿司っていうのは、握りのところも大事なんですけど、切りのところがすごい大事らしいですね。みたいなことを聞いたことはあります。以前、昔ね、結構周りにね、そういった職人さんやってたよっていう人とか、結構いる環境だったことがあるんですよ。その時ちょっといろいろと教えてもらったこともありますけど、っていうようなのがあったりしますよっていうところなんです。そのあたりをしっかりとしてますよっていう、理由するっていうのは、やっぱり、お寿司屋さんならではっていうところがありますね。で、しめ小肌、エビ、醤油漬け、いくらに、煮あまが、だいご、サーモン漬け、数の子、マグロたたき、かんぴょう、きゅうり、卵焼き、甘酢生姜ってこと。正直、こんだけ入ってると、なんか味喧嘩しちゃわないのって心配になりますけど、多分大丈夫なんでしょうね。そこがね、ちょっとね、そこが気になるんで、本当にちょっと買いたいなって思える一品ですね。すごいな、ということでございます。で、次が、セットでお得な、2本セットってことで、ハーフの2本セットってことなのかなと思ったら、これ、1本の2本セット、18センチの2本セットと、ハーフの2本セットがあるってことですね。これ多分写真はハーフで撮ってんのかな？運気本がちょっとしっかり聞いてるんで、なんともいいなってことです。もうどっちもありました。3240円と1706円で、ちょっとお得になってますよって感じですね。そうですね。1800と1300やから、本来だったら2180、3180円なんで、そうですね。税抜きのところで行くと。で、次が、九州の贅沢具材と、赤シャリの恵方巻きってことで、赤シャリ、いわゆる、赤酢ですね。最近確かに東京の方の寿司屋さんでこれ、赤いシャリ、使ってるところが多いっていうようなのを、なんだったっけ、ヒカルさんの動画かなんかで見た気がしますね。っていうのがあるらしいですけどね。これも、トンと入っちゃってる。なんとこれ、3980円、税込み4298円ということで、幅6.5センチ、かなり太めですね。で、長さは18センチあるということでございます。すごいなってことなんですね。これがマグロの切り落とし、煮穴子、カステラ風、卵、エビ、キュウリ、醤油漬け、イクラ、刻みたくあん、漬け、数の子、かんぴょうということで。ああ、なるほど。ハイエンド、4000円超えのね。しかも、結構クラシカルなね、ほがきのスタイルで、これ持ってくる。あ、強いな。フラグって、これハイエンド4298円なのかなって思ったらね、ハマっすよ。イオンこっからっすよ。イオンのね、すごいのはね、ここで一回ちょっと挟むわけですね。どうぞ、ネットスーパーのお得ですよ、とかでね、あれなんですけど、と思って、スーって下見てみるとね、なんかエグいの来たね。贅を極めた恵方巻き。お予約限定ってなってますけど、なんだこれ。中裏巻きからのぐるぐるぐるっと巻いて、最後もう一巻きしてる感じに見えますけど、幅なんと12センチってことで、ね。えぐい。12はえぐいよ。
血圧がセブンイレブンのやつが横に3個近く並ぶってことよ。えぐいですね。サムだと、一応セブンイレブンのがギリ勝つって、おかし3対3人対決やったっていうね。なんと、23品目の極太巻きってことで、総重量1.5キロ。はっと思ったら、幅12センチなんですけど、なんと長さが18センチあるらしい。なんじゃそうじゃと。いう、あれですね。なんならもう4分の1カットで売ってるやつに至っては、幅の方がでかいですからね。太巻きなのに。高さ4.5センチですからね。これはえぐい。なんと価格も6,458円。えぐい。使ってる品目は23品目あります。わかりましたよね。これ全部リストアップしてたんですよ。これが大変だったね。さあ、じゃあ、具材を見ていきましょう。わーっとあります。わーっとあります。上から行きましょう。1番甘エビ、2番カツノコ、3番、マグロ、4番がマグロ加工品、加工品で、5番がエビ、さらにマグロたたき、マグロのマグロからの、エビからのマグロの、甘エビ、カツノコ、マグロ、マグロ、エビ、マグロ、イカ、オーバー漬け、カツノコに、サーモン漬け、イクラに、ホタケ、リーフ、レタスに、刻み、錦糸、卵に、キュウリ、よく被ってないな、ってくる。卵焼き、シーチキン、マヨネーズ、ふぐみかまぼこ、ふぐみかまぼこで、おぼろ、刻み、たくあんに、かんぴょうに、厚切り、卵焼きに、最後に、だからドーンと乗ってるっていう、まあ、なんか今まで紹介してた具材に全部乗ってるよね、っていう。いやー、えぐいね。これね、えぐいね、すごいね、はーって、あーって、もうわんぱくな、もうね、これに関してはね、もうね、もうバカとしか言いようがないね、もう、正直食べてどうなるかもうわかんねえっす。こんだけいろいろ味ってすごいな。すごいね、これ。2番って何？カツノコ。あ、これカツノコなんだ。味付けカツノコなんですね。なるほどな。ってことで、とにかくボリューム1.5キロですからね。えぐいね。で、6,458円。ハイエンド購入型ってきた意義を物量作戦できたんだと。これはある意味YouTube 映えしそうですけどね。なるほどな。ハイエンドすげえ、6000円超えか。今まで見てきた中で一番高いのは4200円でしたっけ？本マグロのね、巻物がありましたけど、ピアゴかな？ピアゴありましたけど、さすがによ。超えてくるんやね。6400円。ああ、もうお腹いっぱいですよ、と。思ってたらね、なんかね、変なのが出てるんですよね。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。500件で、神戸牛のローストビーフを巻き寿司の中具にも、外側にも贅沢に使いました。なんか、バカバカしいメニューが見えてませんね。なんか、バカバカしい肉肉しい肉の肉が出てきましたね。こいつがですね、すごかったんです。神戸牛ローストビーフを使った贅沢太巻き。価格が、1.8万円。しかもね、このね、神戸牛ローストビーフを使った贅沢太巻きということで、神戸牛を使ってますということで、ね、なんとね、しかもね、長さ18センチちゃんと作ってきたんですね。幅6.5センチ。まあ、太いよ。さっきの極太巻きみたいだったから忘れがちですけど、6.5センチってめっちゃ太いですからね。単純に巻いたところに外側に肉を巻くっていう膨張に出てるんで、その膨張分が6.5ですね。普通の5.5からの膨張分が1センチ、1.5センチ、膨張しちゃってると。しかも、神戸牛で膨張した結果に1.8万円。ああ、えぐい。何これやと。とにかく肉っすね。もう、それ以上がです。ローストビーフ、リーフレタス、玉ねぎ、水菜、ネギパセリ、ポン酢ジュレ、もうとにかく肉。はい、肉、以上。もう十分いっぱいね。もうノックアウトされましたよ。高校の入力の時点でノックアウトされ、これ夜中にね、仕事終わってからね、ぼちぼちと酒飲みながらやってたらね、腹も減りますって、そりゃね、っていうところなんですけど、これで終わらないんだ。次。もうなんか変な見えてるよ。もうなんかこんな変な見えてるもん。もうダメじゃん。ダメじゃん。三重県の伊勢海老を。ね。まあ、ジャスコ、イオンね。イオン、もともと三重県のね、企業ですからね。そう、まあ、まさかしちゃうかいと思ったら、ちゃんとここで三重も使ってるのね、と。伊勢海老を、特製海老味噌、
特製エビ味噌ソースでお召し上がりください。三重県産伊勢エビです。おせちシリーズ思い出してみてください。見てる方がいたね。あそこは言ってましたね。ロブスターじゃなくてね、伊勢エビ使うとね、すごい額になるよと。ましてや、伊勢湾産のやつ使っとる中でね、すごい価格になってる中で、島周辺村のおせちが意外と伊勢エビ使ってるのに、その価格で抑えるんだっていう、意外と優秀な、対決をしとったっていうね、やつとかがありましたけど、その伊勢エビですよ。ここで使っちゃったんですね。なんと伊勢エビ、なんかもう、箱がおかしいですよね。恵方巻きの概念超えちゃってるんですよね。恵方巻きとは、まあやっぱり海苔巻きですらね。これはでも一応青さのあれなのかな。どうなんだろう。三重の伊勢海老味わう贅沢太巻き。1800円。伊勢海老使ってさ、この巻いてさ、18センチの長さバカだって。ダメだって。エビ、ホタテ、大根、カツノコ、キュウリ、ネギ、醤油漬け、イクラに昆布シートに伊勢海老ソースが乗ってて、横に、ついでに、伊勢海老乗ってます。らしいですよ。はい。うん。あ、あ、うん。あ、えぐ。えぐ。なんだやっぱり昆布チートなんで、もはや海苔の概念すら覆してる。でも、もういい、そういうところじゃない。こういうところが多い。でね、私もね、これを入力して、やっと終わったと。疲れたなと思ったんですよ。でも気づいてください。ここをよーく見てみてください。まだ半分いってねえぞ。要さね、ラインナップえぐいし。今回、これで終わりじゃないんだな。次、思い出してください。味とか書いてあるでしょ？ずーっと見てください。ね、匠、デイ、味、花、楽ってあるじゃないですか。ね、もう散々語ったじゃないですか。今から味ですからね。まだ半分いってないのよ。今から中間、折り返しってんですかね。えぐいよ。ただね、ちょっとね、ざっくりときます。さすがにね。もうね、キリがない、ここ、やってると。さらに、ここ、プライドフィッシュが味わえる、大巻き、太巻き隠しよってことでね。とにかくね、ラインナップされてきてるんだ。なんか、もう、心もおかしいんだけどね。まずは最大限に引き出す、これ仕上げた、ボーリングとほぐし身。当店自慢の、一品ってことで、カスミカニ、カズミカな、多分、カズミカニの、ボーリングとほぐし身で贅沢に使った。ズワイカニ、まあ、大量に使った。もう全部、カニカマじゃないよ、ズワイだよってやっちゃって、6,458円。もう、ね、安く見えるのが1,800円みたいなやつだから、怖いよね。バカしすぎる。これも6.5センチになって1.5センチまたバカやってんねん。ね。ボツカマしてるんですよ。だってもうの、海苔も人、海苔巻きも何でもねえじゃん。何これ、っていう感じよ。次が、余分の歌を一杯分使った贅沢太巻き。検索以下の贅沢に一杯分使い。一杯分って書い、甘辛いだれに、やっつけたシャリで仕上げたらしいです。なんか、イカ飯みたいな感じになってるのかな。もうね、もう横から、6,458円、イカネギ、キュウリ、卵焼き、白ごまが、お米が甘いもんね、入ってるらしいですよ。まあ、ふわ、はぁ、ね、もう、はぁとしか言いようがないのかな。すごいな。まあ、オーバーリングとかしか入ってね、イカに合うようにとかね、もういい、もうはい、やっと太巻きらしいのが見えてきた。なにわの海、大阪湾で育った秋のサワラってことで、大阪湾の、脂が乗り、上質で、淡白な白身を炙ったらしいです。魚にわでなにわって読むらしいですね。ただ、そんな書き方してるの初めて見たんですけど、まあ、もともとね、天下の台所と言われてたところではありますからね。これで何話って呼ぶらしいです。ちなみに、さすがの、徳先生の変換でもこれで何話出なかったですね。本当にあるのかな、そういう呼び方。ちょっとよくわかんないですけど、歴史詳しい人がね、この動画にたどり着くわけないって、歴史詳しい人が、そんな時間を経つことがないだって、歴史を学んでいる人はこんな無駄なことに時間を使っちゃいけないって知ってるんだもん。はい。だから期待はしてない気持ちいたら書いておいてください。なにわのサワラを使った太巻きということで、サワラ、白ごま、ネギ、大葉、きゅうり、大根にポン酢ジュレということでね、まあ、青魚には言うてくれてます。1,706円。他のところだったら、もはやハイエンドレベルのね、価格だったりするんですけど、
えぐいな。なんだろう、回転寿司4店舗分の4倍の労力を使っているってどういうことだって感じですかね。まだ続きますかね。はい、次、福井甘エビの太巻き。甘エビ、カツノコ、ニンジン、ミツナ、ネギ、ギュンと巻いて、でも太巻きの精を成している。あ、よかったと。逆にもうそれでよかったと思える。すごい。近海で取れた甘エビは、あとは一生キス。塩もっておすすめする一品らしいです。1706円と。次、その4種が全部食べ比べできる、贅沢、ご予約限定、漁師から選んだ美味しい魚を少しずつお楽しみいただける、4分の1カットの4本セット、幅6000、5000って、これまあ、それぞれごとのやつですね。それを単純に4分の1にしたやつの4本セットが、なんと4080円でお求めいただけますということでございますね。まあ、何してね、あれ18センチ。ね、さすがに九州ってことね。いろいろ食べたいなら、まあ、これでも一人で食べるって言ったら、まあまあなボリュームありますからね。あ、4082。ほう、ということでございますね。は 今から後半戦ですからね。いいですか。いいですか。今から後半戦を一緒に、仕事を間に合うのか。ひまたにつられるけども。ここからは花ってことでね。ちょっと続いていきます。この焼き穴子を使った、2種の穴子を使った食べ応え抜群の和風太巻き。1本だと1058円と1本とハーフから用意してあります。537円と。ハーフかね。穴子がドーンと入ってるって感じですね。なるほどな。次は、マグロたたき。980円、1500円。このようなボリューム、ランクごとに価格を統一していくって感じで、まあ、見やすくしてますね。1058円、530円、ハーフは537円。次が、ホタテ。これですね、贅沢に使った、ホタテ貝柱に蒸しホタテを両方使ってるってね。あらだら豪華で1058円。これを、ハーフは537円。サーモンとエビのクリームチーズサラダ太巻き。ってことで、サーモンとエビ、まあまあ定番のね、組み合わせでございますね。こいつも980円、1058円に、ハーフが537円と。となっておりますと。で、最後、ざっときます。いわゆる、アソートと思ってください、ここからは。4分の1カットのやつをいろいろと出した3キロ、小福恵方巻きセット1490円。これね、どん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 、このよとか乗ってるやつとか、具材味はマグロサトキ、チューマキとか、チューマキを4本ね、ほんほんほんとハーフカットしたやつ、どんどんどんと乗せた、1058円のやつとかね、ありますよ。ね、他にもいろいろ新鮮セットとかで、ね、自分で作るのもできますしってことなんで、以上でございます。ありがとうございます。ということでございます。これをね、じゃあ、リストアップするとどうなるか。それが、これだ。ドン。ドン。えぐいよ。思い出してください。このところね、牛トロがね、20品目あってね、ああ、大変だったなって言いながらね、こんな感じで入力してましたよ。8品目入ってるやつもあるし、いろんなね、ラインナップでいってるなとかありましたよ。ああ、高いのあったな。ああ、ね、7種類だけど、ちゃんと高いハイエンドのやつもあったな。えぐいなとかって言ってましたよ。言ってましたよね。お寿司屋さんのやつどこだった？回転寿司店だったら、ね、もうね、浜寿司なんて、これ、特上回転巻き、恵方巻き一本だけですね、これに呼ぶのにだったんですよ。これぐらいの感覚でいたの。ね、あって、このくら寿司ぐらいの、これぐらいの感じでガチガチガチって売ってね、ああ、大変だな。これをね、毎日売って、そこからね、データを解析して、動画を撮ってってね、やろうと思ってたんですよ。なんだこれ。なんだこれ。で、横見てみたら、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11、もうちょっと言うとね、イオンさんのね、やつね、もう極太巻きとかまでは良かったですよ。
この際から、なんかおかしいね。九州の贅沢具材と赤線の恵方巻きとかね。23品目の黒太巻きとかね。ゴールド牛ローストビーフとかだったら贅沢太巻きとかね。思い出してください。同じイオングループのところね。はい、これですよ。普通こういう感じで海鮮巻き、豆腐巻き、サラダ恵方巻きとか。ね。秋田とかでも、秋田もちょっと長いっちゃ長いけど、ね。じゃないですか。品目数がこんな感じですからね。今もこんな感じですよ。ね。そう、普通こうなん、恵方巻き。ミニセットとかね、贅沢海鮮巻き、海鮮恵方巻き、サラダ恵方巻き。ね。俺もサラダ巻きでいいやんとかね、思ってた時期もあったよ。山ちゃんにもありました。でもね、贅沢、九州の贅沢具材と赤シャリの恵方巻き、神戸牛ローストビーフとかと贅沢太巻き、三重の伊勢海老を味わう贅沢太巻き、霞ヶ峰の棒肉とほぐし身を贅沢に使った太巻き、呼子のイカをいっぱい分使って贅沢太巻き、闇岩のサワラを使った太巻き、福井甘エビの太巻きに、プライドフィッシュ巻き、4種セットに旬のアナゴを使った食べ応え抜群の和風太巻き、道場、もうね、道場でした、もう。いちいちこれのハーフとかのもう、こう、ギブアップした。イオンの品名長すぎないか。これ打つのでね、街でね、目シャバ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 してきましたからね。サブディスプレイに置いてね、こうやってガーって打ってたんで。使いました。結果、他のところと比べるとね、なんかね、こうなっちゃいました。よいしょ。ハイエンド1800円。最低価格は一応537円セットがありましたね。ハーフでね、ありましたよ。というところなんですけど。シンプルな恵方巻きが何かもうわからなくなっちゃったんですいません。開けちゃいます。多分3000円ぐらいのやつが一応恵方巻きの、ここに入ってくれるのかなって気もしたけど。いや、違うなと思ったんで、すいません、省きました。で、アイテム数が26、セット販売5、ハーフミニが11とかね。すごいね。圧倒的な、この、ラインナップ、何、トヨタの EV ラインナップの発表を思い出しましたよね。選択肢はお客様にありまして、豊田章男社長がね、森尾さんが。すべての選択肢はお客様にありますって、すべてのラインナップってやってた。あれをね、ふと思い出しましたね。なるほどなぁと。大変だと、いうことでございました。感想はね、もはやね、どれがうまそうとかうんぬんよりもね、大変だ。ということでね、私はふと思いましたね。なんかね、これの入力した後にね、なんかね、はま寿司を応援したくなりましたもんね。もう、だって、ああいうね、戦略いいと思うんだ。ああいう戦略でやってくれたら、俺、この企画、すごくもっと楽できると思うんだ。ただ、それだと動画の撮れ高的にどうかと思うかもしれないけど、そもそも動画されないんだったら、そんな感じでもいいんだと思うんだ。っていうふうに、心がすさむぐらい、頑張って、さすがの山田さん、これ2時間、1時間今日かかりましたね。データ入力で、久しぶりに。なんかね、何を入力してるのか分からなくなってくるんですよ。あんだけあると。ということでね、なんとか、こんな感じでやりましたってことで。もうね、これはもうね、やりきった感が強いんで、なんか、どれがうまそうとか、そんな話がね、もう全部ぶっ飛んでっております。ということでね、他のところはね、もうちょっと抑えてね、やってくれるといいんじゃないかなと思います。伊藤洋華堂なくてよかったね。伊藤洋華堂も多分、張り合ってやってるんでしょう。ね、いやすごいな、ということでございました。気になる方はネット注文とかもできるようになってるらしいし、まあ、お近くのようにね、四日市の人だったらね、そこら辺にもありますから、本当にね、東京の人からするとびっくりするかもしれないですけど、そこら辺にあるんで、イオンが。イオングループだったらもう本当に歩いてどこ行けるところに絶対あるよね、ぐらいの勢いなんでね。まあ、結局車とかあると、車でないと無理か、のところもあるか、ですけどね。ということなんで。で、またリンクね、概要欄にリンク貼っときますね、そちらの方でね。気になる方は詳しく見てもらったらいいんじゃないかなと思います。詳しくいろいろと書いてありますんで、めちゃくちゃ書いてありますんでね。イオンさんの特設サイトの方から、そのままネット注文できるやつもあるらしいんで、そちらの方をご利用いただければいいんじゃないかなと思います。基本的にはかなりハイエンドな作りだな、というのが印象でしたね。以上でございます。明日何やるんだろう。なんかもうこのまま燃え尽きて、今週、明日の撮影できなさそうだけど。いいや。
以上でございます。ご視聴ありがとうございました。そしたらね、品目紹介するだけで30分超えるかな。